今日は9月6日です、パラリンピックも終わって石垣はどうなってるかっていうのをちょっと見てみます。時間はちょうど12時ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたの今日は、あのイケメンで。なんで、いつもイケメンだよ。暑い。32度ぐらいあります、今。天気は晴天。まあ、これ休んでる。ちらほらですね。やっぱりね、若い層が多いです。離島桟橋です。
9月6日夕方6時20分ごろですね。ちょっと夕暮れなモールを抜けてみましょう。ざっと見てもお客さんはこんな感じです。モール静かですね。高速市場も早々と閉まってます。みんなお休みですね。居酒屋とかもとりあえず9月12日までは皆さんお休みのようです。夕方の様子、9月6日、こんな感じでした。では、ごきげんよう。